台風周辺の湿った空気が流れ込み、台風が上陸する前から大雨になっています。京都府の舞鶴市など北部では、14日夜遅くから15日未明にかけて、1時間に90ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨情報を6回相次いで発表しました。気象庁ホームページのキキクルでは、 京都府北部の複数の河川で災害が切迫している状況を示す黒い表示になっています危険が身に迫った状況になっています直ちに命を守る行動をとってください京都府では台風が通り過ぎる15日の夜まで大雨となる恐れがあり厳重な警戒が必要です